水戸くんのそのモノマネがマジで好評だったじゃん。クオリティ高すぎたな。関係者も含めて、マジでやばかったよねあれ。面白いんだよみっちゃんね。俺がちょっと、まあ、こんなとこ言うのもあれだけど、そのなんていうの、俺のちょっと YouTube をやるにあたっての目標が1個変わったんですよ。だんだん変わってきて、そのそれこそなんかいやらしい話さ、 YouTube って収益が出るわけじゃん、そう。でもそのなんていうんだろう、俺は YouTube でお金稼ごう、まあ、形的にはそうなるけど、俺の目標はそのすごい、ジローもそうだけど、ジロー、水戸くん、今ほんとジローと俺2人でさ YouTube メインでやってるしさ、収益だって全然出ないしさ、それでもジローはさ、その掛け持ちでさこうやってくれてるじゃん、でそれ以外の子はみんな働いてるしさ、空いた時間見てやってくれてんじゃん。だから YouTube でさ、本当になんていうんだろう、なんかいっぱい収益が入ってくるようになったらさ、そうみんなのさ、なんていうんだろう、 YouTube に専念できるぐらいの額がさ、臭いね、臭いよ臭いよ。みんなに入れるように、みんなにこう渡して、もう仕事しなくても YouTube 一本に集中すればそのやっていける。まあでもそうだね、第一前提としてはでもそこで格闘技っていうね、その自分の職業、ファイターとしてのそのなんていうんだろう、そこだけはちゃんとしてほしいと俺はすごい思うし、だからそれやっぱみんなさ、そう分かってくれてんじゃん、ジロー含めてさ。だからこそそのもっと俺格闘に集中できると思うしさ、みんながもっと支えてくれたら、そう今は不意に集まってるけどさ、毎回このメンバー集めてさ動画撮ってさ、みんながちゃんと生活できるぐらい収益入ってくるようになればさ、それこそ YouTube を楽しみにしてくれてる方々にもさ、届けれるしさ、もっと試合が面白くなるのかなと思う。今回に関してはこれノーカットでさ、そのまま出すわけじゃん。恥ずかしいね。そう、恥ずかしいよ、こんな普通だったらカットしてるからねここのね。まああとはなんだろうな、こう二刀流定着してきてないねえ嬉しいよねえ、マジで。あとあれだな、純粋にその他の選手に比べて俺はフォロワーが少ないじゃん。そう、それをなんとかしたいね。絶対増えると思うよ今回で。なんか今見てくれてる人にさ、なんかメッセージをさ、ずっと今、いや本当にいいねで終わらないでいいねするの、フォローして、チャンネル登録もね、チャンネル登録もね、ツイッターもインスタも全部、もう本当にチャンネル登録してくれたら YouTube クオリティ上がります。バンジージャンプできますスカイダイビングできます。 L 字でいいんでね、いっぱいお金をかけた、企画ドッキリとできますで僕のメンバーの本当にそれこそものまで反響買ったじゃん。俺やばってよな。そう、俺ら本当にこのソウルメイトのこのメンバーはもう面白いやつしかいないから、それを本当ね届けたいそのハードル上げちゃうとね、逆に難しくなっちゃうかもしれないけど、いいんだよ俺が楽しみだから俺らが面白いと思っていいんだよ。本当にそれが一番始める当初にさ話したじゃん、コンセプトは俺たち自身が楽しんでいける、そのまあ誰に文句言われようと俺たちが楽しいと思えることを動画に残して、で鈴木千尋自体を、その存在をなんか試合以外でもその日常でこういう人なんだよっていうことをさコンセプトにして今までやってきて、ようやく形になってきてるわけじゃん。だからもっともっと頑張ってあるんだよ。だから、YouTube のチャンネル登録してくれたら、その豪華なメンバーがもっとクオリティ上がるんじゃない？そうだね、モチベーション上がるからね。Twitter、Instagram は俺の日常、練習動画とかそういうくだらないことを載せてる。Twitter は宣伝、試合決まりましたとか、そういうのが多いかな。多いね。すごい、でもめちゃくちゃうまく使い分けてるよね、そう思うと。確かにね、ギャップがあるよな。一応 TikTok もね、千尋の日常って見つけられないからね、あるからね、あえて見つけられないようにしてるから、それを見つけてもらったらね、そうもう本当に真のファン。あとはね、あと当選者のあのプレゼント企画で、そうまたあと今回着たセコンド T シャツもプレゼントするで。ああ本当、うん、それはまた別やるか、1段2段で踏んでやるから。なるほどね。あれはどうすんの、あの呪いのソードはやるか呪いのソードだってメインで買ったんだよ。やるか呪いのソードを、その俺は直接届けたいな、うん、視聴者に自分の手でしてほしい、うん、サインでこう肩に背負っていきたいね。で一緒に写真撮ってあげてさ、ね、視聴者と当選者と呪いの刀とセコンド T シャツ、ね、そうセットで、ね、一等賞じゃなくてもう特賞だからね。高えよ、もう歴史が詰まってっからな、あの刀には。そうあれも結構裏話もありますから、また別の動画でね。